うわすごい一発だったね。一発よ。触れるんだ。バリ痛い、バリ痛い。痛いんだ。超痛い。いやー可愛いね。毒は？ないないない。ないの？うん。え？びっくりした。ちょっと持てええし。な？バリ痛いよ。これでキャッチボールしたことある？地獄だよ。怖え。うん。バカみたいじゃん。あ、意外と痛い。うん。伊藤ちゃんみたい。ちゃんと痛い。橋本環奈にツンツンしてもらわないとね、エイジ。何それ？どうぞ。あれ、何け？今日から俺を見てる。ああ、痛い。ちょっと待ってみて。無理やろ、今撮影中や。いいよ、もうそんなの上に投げてしまってさ。痛い。いやでもすごかったね、一発で釣ったの。痛い。頭の上からさ。ちゃんと痛い。ちゃんと痛い。ちゃんとほら、なんか穴の音がついてる。見せて。あ、刺さってる。ちゃんと痛い。久しぶりに撮れ高のある映画。すっげえ怒ってるよ。全然尖ってないのにね。いや、めっちゃ痛いよ。ちょっと嫌だよ。でもまあまあ先は丸くなってはいるけどね。うん。下からポンって刺さってる。近い近い近い。かわせるね、携帯を一瞬で噛み砕くから、こいつはマジで、うん、へぇ歯がすげえもんだって。マジで、ほんとだ、歯揃ってるね。いい歯だ。うん、針だけ全部こう切ってやったら。なんでこれ、口のここを切って、うん、で、もうズルって剥いて、うん、で、中に風船入れて膨らまして、はいはい、パンパンにして小口を飾り物ね。そう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 。で、身はここら辺にしかついてない、うん、こんなのある。でもほとんど空間なんだ。うん、もうだから尻尾までは背骨みたいな、うん、で、頭の周りだけこう太くなってる。これでドッジボールは地獄だよなぁ、エイシン。泣きながらどっちもすることがある。うまい取り方はこうで。腹に刺さるんじゃないの。いや、刺さんない、届かない。届かない。はい、そろそろいいそろそろ俺動物にはあんまりなんかいや、なんか木の実みたいな感じ。ヤシの実でしょ。それ何の能力が身につくの？それを食べたら沖縄県民の子を釣る。なんか内臓も食べるらしい。レバーか。一匹じゃ寂しいんじゃない？うん。二匹目捕まえてこうする？大事で。大事で。お帰りいただこうか。うん、痛いんだよね。ボールやん、もう。わわわわ、嘘だ。すごっ。めっちゃ可愛いよな。何事もなかったように帰っていったよ。いや、隠れてるつもりは。マジで。うん。可愛いな。はあ。今回も釣りの締めに。何うどんだったっけ。わくね製麺、天ぷらうどん。天ぷらうどん、10月1日より380円に値上がりしますね。30円値上がりします。30円値上がりしてもお得だけどね。45年前のね、うん、30円に上がりしただけでね、そのくらいだったら全然。
310円だったらうちの唐揚げ弁当は3ついいな。惜しかったね。ありがとう。え、気にしてます。割り箸は本当はこっちです。あ、かなり良かった。今日も美味しかった。うん。